ははい皆さんこんこにちは村長です今日もまたまたチャット g p t のコード指南なんぼほどこればっかりやってるのということなんですがちょっとした12文字の言い回しを変えるだけで一発で思いの通りになるようなことになりましたので今画面に出ていますチャット g p t に対する質問これをですねまた概要欄に貼っておきますので コピーして要件だけは皆さんの思うように変えてみてくださいかなりですね提案がされてきますですがまだ2回以上のコードチェンジがある小説も混ぜてコードで複雑なコードというこれがですねうまく出たりうまく出なかったりしていますこれをですね もうう少し日本語をうまく伝えててて、ね、やっっいいこうと思っていますなぜこんなことをやるかというと複雑に考えてくれれば簡単にすることは楽にできるんですけれども普通に CAmF とかそういう形で出てくるだけではですねなかなか頭の中にあるコードの響き ありますけれどもテンションの高度まで音楽を専門にやった基礎知識がある人ならもう響きはコードを見ただけでもわかる方もおられると思うんですが初心者はそういうわけではないですのでその響きを確かめるためには少し複雑にやってほしいこれがあるから僕は実験を続けているわけです。 下の方の結果を見ていただきますとブリッジのところで変わったコード進行が作られていますこれをコピーして先日からお話ししています Tex Code2 に持っていきます今日はその Tex Code2 でもとっても便利な機能を発見したのでそれもよく聞いてくださいではこれをコピーしますこちらの画面が テックスコードの画面ですこここにコントロール v で貼り付けをしますこのようになるんですけれどもこのままでもまずなると思うんですがここにですねツールというのがありましてここからコード進行以外のものを除去するというのもできるんです。はい今コントロール Z を押しました。 戻したわけですけれども、まあ、このようにですねいつでも削ることもできるようになるわけですこれとっても便利ですねそして鳴らしてみましょう例えばこの C6 の SAS2 というあまり使わないだろうこういう音もこういうふうに鳴らしてくれますそして、まあ、これを持っていくんですけれどもいろいろ工夫があります今は この右のところが8分音符と、そしてベース音を弾くという風になっています。これでやるとですね、まずはこんな風になります。またこの8分音符を4分音符にするとか、裏のみにするとかいう風にすると 裏拍で音を鳴らしたりすることもできますのでよりフレーズを作るような音源を持っていない方にとってはこれはとっても便利です。でも2分音符ぐらいで出しておくとこのようになります。 形になるんですね。これで DAW に持っていったらいいんですがもっと便利な方法を今日はお伝えすると言いましたからそれをやってみたいと思います。こうやって全部やるんではなくて、一旦消します。そうしましてこれをちょっとこちらの方にやっておいてですね後ろに行かないように「いつもお話ししています」 最前面でポーズというので最前面で固定しますそうしましてですね例えばイントロの部分だけこのように貼り付けます貼り付きましたねここで DAW を表示します前からもアレンジトラックの使い方というのを便利にお話ししたことがあるんですけれどもこのアレンジトラック今ちょっと多いめにやっています これ今は4小節ですよね。この4小節なんですけれどもこの右下にあるエクスポートミディというのをですねドラッグするだけでこんなことができるんですはい4小節分このように入りましたこのイントロは4小節ですからこのようにしておきます次はこれを出しまして今度はバース をコピーしますこのようになりましたのでまた DAW を前にしてですねそしてここでピューッと引っ張るとこのようにバースができるわけです。これも小説数を合わしておきましょう。今度はコーラスです。 はい、このようにしましてまた DAW に貼り付けます今度はブリッジです はいでは今度は逆に持ってきましてこれをこうしますマルチモニターを使っている方はこんなことをしなくても便利だと思うんですけれどもこれをこのようにしますコーラスが忘れていましたので長さを揃えます最後アウトロ はい今度はこれでですねこのように整えましたらまあ重なると2つの音が鳴る場合がありますのでこのように整理しておくのもいいでしょう。 はい、これで小説数とアレンジトラックがこのようにあったわけですね。そうしましたらバースをここに引っ張ってくるとこういうふうにできるわけです。例えばここでバースとコーラス2つをですねもう一度リピートするんであればオルトキーを押しながら引っ張ると このようにできます。そしてここでブリッジを加えてもう一度コーラスだけをオルトを押しながらコピーしますそして最後アウトロをつけるとこういうような曲構成が考えられますね。これでちょっと音を鳴らしてみましょう。 はいこれでちょっとブリッジだけスタジオワンの場合はこのブリッジのアレンジトラックをカチカチっとするだけでそこから始まりますはいどうでしょうかこの中どうなってるのと思われる方はですね ミディポリッシャーを使った便利なアレンジの仕方というような動画を見てください。この仕組みがよくわかります。もう先日から何度か見ていただいている方は、この仕組みを理解してくれている方もいていると思うんですけれども、ここのミディポリッシャーのこのトラックに音を入れただけでですね、ぐり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 、この各インストゥルメントに音が回ってですね、 そして、この1個のトラックからのミディ出力だけで、そのミディを受けて、U、Ujam のソフトというのは、それをフレーズに変えて演奏してくれるというような機能があるわけです。ぜひ試してみてください。そしてですね、今日はチャット GPT でコードを作りましたよね。でも、もう一つ僕の人気動画には、コードウォーカー という、これもまた AI の力を借りたコード指南ソフトの解説もとっても皆さん関心を持って見てくれています。そのコードウォーカーが近日もっと楽になってチャット GPT がコード進行をテキストで出力してくれてそして今のテックスコード2に持っていきましたよね。これと同じことをコードウォーカーでできるように 今、コードワーカーの開発者の方にご相談をしています。近いうちにもっと便利な夢のようなツールができてくると思います。ぜひ期待してチャンネル登録などをして待っていてください。もう何ヶ月もかかりません。楽しみにしていてください。村長スタジオでした。